お疲れ様です。10月12日のコイン月光でございます。コイン月光ね、時価総額の方ちょっと上向きになってきたのが最近の傾向ですけども、まあでも私の考えている370兆円まではまだもう一息かなっていうところですね。で、理想的には400兆円前後で推移していただいて、高値をつけるときには430兆円、このレンジを取り戻してもらいたいところですね。はい、上場しているコインなんですけども、現在 14,817 とだいぶ増えて、もうすぐですね 15,000 ぐらいになるっていうのが見えてきますけども、いや一気に増えましたねこれ上場コインね。いろいろとご用心くださいね。こちらの方でコイン月光の方でこういう風に毎日毎日新しいコインが上場してますけども、やっぱりインフルエンサーが紹介するものの中で当たったものっていうのがねほとんどないと思いませんか？ご用心くださいね、同じことを繰り返さないように。それから取引所の数は1130です。時価総額はお話した通り342兆円。それぞれ個別のコインに行きましょうか。ビットコインがなんと940万円になりましたんで、また再び1000万円を、ね、超えていくんではなかろうかといったことでございます。特にビットコインはここから 5% 増えても、まあ、50万とか上がってきますからね。一気に 5% 上昇で1000万です。イーサリアンもそれに比べるとちょっとおとなしいんですよね。40万はまだまだタッチしないところかなと思いますけども、とりあえず35万前後を更新しているところでございます。リップル久々に80円台をクリアしてきたんですけども、リップルの力なら90円ぐらいは出ても当然かなと思いますのでね、まだ安値圏じゃないかなと思っております。カルダノは50円を切っちゃったところからなんですけども、急回復してなんとか50円に乗せてきました。カルダノは今後ね大きく上がることが予想されるんですけども、予想というよりも期待かな。いろんないいニュース入ってくるんですけども、なんか思ったよりもね爆上げっていうのがないんですよね。どっちかというとなんか徐々に下がっていってここまで来ちゃったみたいな感じです。一時期みたいに80円前後が維持できるようになるとまたいいんですけどもね、やっぱり体のってやっぱり100円来ちゃダメですよ。で、柴犬ですけども徐々に回復してきたんですけども、まあ2月3月ほどの勢いはもうないですね。まあ当然柴犬ってのは購入した方がどこで利確をしますんで、高値で 0.004 円とか5円とかつけてるときに多くの方が利確して離脱したってことの、まあ、あられなんでしょう。まあ、柴犬コイン50万倍という実績がありますので、そこに期待を寄せながら今後も見ていきたいと思います。はい、それからお知らせなんですけどもね、近々ある方と暗号通貨についてコラボをします。依頼があったんですよね。で、今までも何回かあったんですけども、たまにはいいかなっていうところで近々ズーム対談などを予定しております。お楽しみに。それでは